アクシオスチクサは、愛知県名古屋市中区審査会にある再開発事業で作られたビルである。アクシオスチクサは、チクサ駅南第一種市街地再開発事業として、JR バスの東名ハイウェイバスの車庫等を再開発し、名古屋市営地下鉄東山線と、JR 中央本線の乗り換え駅である、チクサ駅周辺の活性化を目指して建設された。遠くは、 中区と千作区及び東区との境に所在し、それぞれ JR 中央線、広小路通で分けられている。広小路通りを境方面から東に進んだ際、千里都町交差点にて遠く一気に行き当たることとなるが、広小路通りは交差点通過直後に左にカーブを切りながら坂を登る形となっているため、千里都町交差点付近においては、 アクシオスチク草はほぼ進路の真正面に見える形となっている。広小路通りはこの後ク草橋を通過して中区からク草区に入っていくこともあり、もともと目を引く要素を持つ超高層ビルであることも相まって地域のランドマークとして機能している。アクシオスク草には地上3階建ての商業棟、地上31階建ての賃貸住宅棟、 地上8階建ての駐車場棟がある。また、区域の一部は分譲マンションとされることとなり、デベロッパーとして、代表が地上27階建てのライオンズタワーちぐさを建設し分譲した。低層の商業棟には、メインのテナントとして、フィットハウスがほぼ全館に入居している。賃貸住宅棟の低層外部分には、テナントとして、各種委員のほか 介護不有料老人ホームや保育園が入居するなど、福祉関連施設が充実している。中高層階は、都市再生機構運営の賃貸住宅となっている。駐車場棟の1階には、日本通運の配送センターが入居しており、2階から5階が来場者向け駐車場スペース、6階以上が施設入居者向けの月決め駐車場となっている。総じて、 再開発ビル群としてはユニークな施設構成となっている。再開発区域の内分譲マンション部分は業界最大手の大境に開発が委ねられ、ライオンズタワーちぐさが建設、分譲された。都市基盤整備公団が都市再開発法の特定建築者制度を用いて民間の特定建築者を選定し、共同開発を行ったケースとしては全国初であった。 立地している地点は、再開発地域全体の北東部にあたり、中区、佐区、東区3区の境に立つタワーマンションといえる。また、JR 畜佐駅には、再開発地域全体で最も近い。マンション入り口は、広工事通りの西行き車線に接する形となっているが、白紙を土草駐車場船を経由しての自動車の入出庫も可能な構造となっており、 広小路通り東駅舎線からも千里町交差点で右折することで比較的スムーズに入庫することが可能となっているオール電化マンションである。ありがとうございます。